インゴルフチャンネルの皆さん、こんにちは、ゆりんぼです。カメラマンの山ちゃんです。この子はみはるって言います。今回は茨城県の水戸ゴルフクラブまでやってきまして、毎週金土日にインスタグラムで活躍されているゴルフ女子の皆様にご出演いただいて、ラウンド中にちょっとゲームを用意してまして。ゲーム、インゴルフミッションゲーム。15マスクリアしていただきますと、ほー、アマゾン3000円券。はい、前までは20マスだったんですよ。はい、ちょっと達成しなくてですねそうなんだラッキーじゃんじゃん、はい、私スタートしたいと思います。はい、頑張ります。ミッションゲームどんな感じですか？どのくらいクリアしました？今は25個中 1,2,3,4,5,6 6個。お、なかなか順調ですですね。はい、え、いけるんじゃないですかこれ。まあ、行きましょう。うん、15マスです。マイナスなこのイケボチャとか OB とかは積極的にしたくないですけど、うん、まあでもなったらつくってことですよね。そうです、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 パーは取りたい。4ホール目しっかりと乗せて、あ、初パー5です。はい、そういえば前半に聞き忘れちゃったんだけど、え、何ですか？ゆりんぼちゃん、平均スコアってどのくらいなんですか？白でも赤でも大体同じで91とか、うん、最近80代が多いので、うん、どうだろう、平均スコア89から、最近の見てないです、でも大体89から91くらいだと思います。うまいと思ったもん。いや、もうなんか自分でももっと頑張んなきゃなって思った時に、このラウンド後に練習するっていうのをあの取り入れたんですよ。ほう、その自分がやってるそのお店。あ、そっか、そうだよね、そうできるんだもんね練習。そこを必ず、だから家に送ってもらうんじゃなくて、そのシミュレーションに送ってもらったりして必ず練習行くようにしたら、初めてのコースでも赤でも白でも80代になったから、その練習が合ってるんだなと思って。404ヤードパー5ドライバーで行きます。さっきちょっと右に行っちゃったから、吹けないようにしっかりと吹いていきます。左すぎた、これ。お、これはほほほ、数少ない池に入れたミッションゲーム的にはありです。いや、あの入る機会がないからやだナイスです、ナイスです。ラストしてイケボチャ、ショックだけど嬉しいポイント的には。そうですね、もうここまでいったら持って帰りましょう、ギ、はい、フトカードを。はい、よし、じゃあいきます。じゃあイケポチャだったんで3打目です。しかもこんなちっちゃい池に右に行かないように宣言が強すぎました。アゲンスト200ちょっとで5番ウッドで打ちます。おお、ゴー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 、ちょっと左か、こう行きましたね。うん、毎回見えないっていうショットの先、ね、高さは出てるからね、うんうん、なんか出てなく見えるけどね、そうですね、打ち上げがきついから全然上がってる。あ、涼しいですね。うん、秋っていう感じ。昨日まですごく暑かったのに、やっぱ秋生まれだからなのか、これくらいの時期、あ、季節すごく好き。そうなんですね。何月ですか、誕生日？11月です。11月ですか？20日。お、11月20日です。何ですかこれは。いや、なんか誕生日プレゼントお待ちしてますって言っていいんですか？知りたい人いたなと思って。なんか結構左行ったように見えましたけど、ね、なんかフェアウェイ真ん中にいました。ね、よかった。うまくあれかな、傾斜が効いたのかな。そうですね、登って下ってだから、うん、いいよ。こっからここはしっかりとパーで収めたいですね。108ヤード9番で打ちます。ゴーゴーゴー。うわー、ちょっと足りない。まあ、まっすぐ行ったのでよしとしましょう。うん、ちょっと砲台でしたね。
あの系じゃなかったらスッて行ってくれる。そうだよね、ランも出るしね。うんうん、ここは意外とアップダウンがあるな。いやここも結構傾斜が強いね。絶対ショートはしたくないもん。ちょっとフック読んで、ゴー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 。うん、止まった。え、何今の止まり方。入れ、いけ。おー、ナイスです。嬉しい。いい、これが入るなんて。さっきまで入れなかったのに。やったー。え、今いくつですか。今ボギー。ボギー、うん、まあ池がね、しょうがなかった。そうですね。でも池で、うん、あのゲーム的には埋められて、そうですね、ワンパットだから埋められる、うん、あ、やった。ミッションもクリアできて、うん、確実に。イエーイ、いいホールでした。そしたらいいホールでした。いいホールでした。結果オーライ。じゃ次次。おい、距離短くて、あ、取らなかったら勘ですね。うん、そう。これピン越えたら下りだ。2つ目のショートパーかバーディー大切です。かしこまりました。かしこまりました。しっかり取らせていただきます。さっきパー3ワンオン3パットしたのに、読み間違いには注意です。8番アイアンで打ちます。どうだ。おお、ナイスです。よかった。ただロングパットが待っております。すごい顔してる。鼻つぶれてる。みはるちゃん、その顔に似たワンちゃんがすごく欲しくて、今狙ってるのがキャバリアとビションフレイゼのハーフのワンちゃんが、その子にすごい似てるんですよ。うーん、飼いたい。癒しが欲しい。結構登ってますよこれ。16、うん、結構切れそう。1メートルぐらい見てもいいのかな。どうなの。ボコボコしてる。いやー弱いんだ。いや重いもん。重いし、うん、重いし、強いし。今は自分の中で結構打ったと思ったけど、これじゃあダメだからちゃんと改善していきます。ゴー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 ボギーです。 OK です。悲しいですね。ドンマイボギーですね。パー3。まあしょうがないです。次次。ゆりんぼちゃんの本日のウェア紹介をお願いします。はい、本日は全身ルシアンテラフィネのコーデをしております。24FW の最新のものになっております。サンバイザーと靴下は G4A。シューズはアディダス、アディクロスで、うん、ボールポーチはレザレクションのものを使ってます。バイザーかわいいですよね。そのリボンかわいいですよね、うん、かわいい。そうなんですよ。ここ最近このリボンスタイルと、あとここが広めのもの、まあ、韓国の方々がそう結構使ってたのが日本に入ってきた感じで、ブレないからいいですね。あとちゃんと紫外線から頭頭皮守ってくれる。そうだよね、バイザーちょっとね弱い。そう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 、守ってる感はないもんね。そう、これちゃんとホールド感があって、なおかつ形が可愛い。お気に入りです。これの白も持ってます。ダブルイーグルに言ってます、はい、ありがとうございます。ダブルイーグルいろいろ
おしゃれなブランドあるからいいですよね、うん、そうなんですよ。なんかちょっとおしゃれ系なゴルフの雑誌、うん、に載ってるのがなんか扱ってるイメージがある。あ、確かにそうですね。ゴルフアパレルのラインの中ではラグジュアリーなブランドたちがセレクトとして入ってるので、だからコアなブランドがお好きな方とか結構お客さんでいらっしゃいます。人と被りたくないとか、うん、ね、せっかくいいゴルフウェア買って、ね、一緒のウェアとかちょっと嫌じゃないですか、まあ、おそろコーデはおそろコーデで嬉しいんですけど、うん、被りたくない人とか、ダブルイーグルいいかもしれないです。おお、当たりいいよ。ちょっと右、うん、バンカーまでは行かないよね。バンカーまでは行かないです。よかったです、さっきのイケポチャからの回避回避。フェアウェイにあってよかった。砲台じゃないから、はい、うん、良さそうだね。そうですね、その手前がちょっとこう打ち上げになってるけど、ここは集中してしっかり寄せていきたい。うん、ナイスです。球が上がらない、うん、頭動いていいじゃん、いいじゃん、飛んでってる。はい、頭残してラウンドを上げる。平らなグリーンは幸せ。ちょっと奥ですね、ここは。左右バンカーは大丈夫です。奥4、9番アイアンで打ちます。左が仕上がり、どうだ見えません。あ、乗ってんのか。あれはグリーンなのかな、ちょっとわかんないな。ねえ、行ってみてのお楽しみです、うん、千葉からの雨雲があいつらちょっと雲行きが怪しくなってきました。呼んだ本当にね、もうどうしようもないですよね。そんなですか、うん、前その雷鳴らして中止になったりとか。それはしょうがないんじゃないですか、山は起きやすいですからね。まあ、そうですよね、そう、うん、しょうがない、私のせいじゃない。でも私が行く時だけそうなるコンペがあって、もう来るなって言われましたすごいひどい、重いからちょっとお気に入り。良いのでは。ブレーキかかっちゃうんだね。うん、でもナイスです。うん、自分が想像、自分が思ってる以上に重たいから、うん、ランが出ないね。ね、そう、出ない、ビタッと止まっちゃう。何なのこれ、うん、強いOK です、ありがとうございます。4号、6ホール終わったんでミッションゲームどうでしょう、何マス空きましたか。今はですね、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,10、 あと3ホールで、あと5個でしょ、あと5個やればいいんでしょ。そうだ、いけるよ、いけるか、いけるいけるいける。何がいける。バーディー、バーディー、チップイン、チップイン、あ、いける、まあ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 、パーもいけるロストボールって何なくなっちゃった。あー、ない、今のところOB だったらそうなる。 OB ロストボールは一緒に丸つく、でもしたくない、ま、ってことでとりあえずクラブ紹介行こう手軽にやれるところで行きましょういや、これ気になってたんですよ。はい、すごくないですか、この DXG Gen 5のものを使っております。 DXG はのいいところはこのグラム、人によってそのあの例えば高く出やすい低く出やすいとかあると思うんですけど、私の場合ダウンブローなので、ここを重くすることによって球が上がるような仕組みになって、うんうんうん、これが 5g ずつ 20g までそれぞれフィッティングがあるので、うん、その人オリジナルのクラブを作ることができます、うんうんうん、6月に購入しました。なるほど、うん、まだ3ヶ月目。あ、パターか。そうなんですよ、かっこいい。
あ、パターも変えられるんですね。パターは違う。変えた、変えてないんですけど、どうなんですかね。自分自変えられそう、ね。うん、そうですね。うん、取り外し、フィッティングのところ持ってったらやってくれそう。そう、都内に。シャフトは男性用ですか。はい、PX ジャーのシャフトじゃなくてヘッドが重たいので、シャフトは軽めのレディースシャフト。アイアンはつけてます。こっちはあれだけど。なるほどね。だからヘッドはそうだよね。多分メンズっぽいもんね。うん。多分スペックが。そう。トータルで50グラム台にはなってます。うん。ヘッドが重いからちゃんと切り返しのタイミングとかヘッドの気持ちが分かるのがすごく良くて、タイミングつかみやすいです。あとあのロフトが立ってるので、うん、他のクラブよりも飛ぶ。だから PXG はその9番とダブルの間に G というものがあって、だから42か6 1が多分46だから42なのかな。そう、 G というクラブが入ってます。ありがとうございます。はい、すごいな。ウェアもクラブもこだわり尽くしてます。ゴルフ好きなのバレますね。そうだよね。